サイトは、ニール・ホージソンがシンティラを使って開発した、クロスプラットフォームのテキストエディタである。ライセンス条件は、最小限のヒストリカルパーミッションノーティスディスクレイマーである。軽量で、ビルドも高速であり、主にソースコード編集向けに設計されているため、シンタックスハイライト機能や各種言語用のインライン関数リファレンス機能がある。スタンドアロンのエグゼ形式もあり、 U3 互換モデルなどの USB メモリ上に配置して実行するのに理想的である。シンピラを使った他のエディタと共通する機能をいくつか有する。サイトは柔軟なカスタマイズが可能である。コンフィギュレーションはプレーンテキストのファイルを編集すればよい。言語やプロジェクトごとに異なる設定が可能で、グローバルな設定もユーザーごとの設定も可能となっている。例えば、 ショートカットキー、タブ、コードを折りたたみ、フォント、シンタックスハイライトなど様々な部分でコードが設定が可能である。さらにルーアという言語の処理系を組み込んであるため、それを利用したさらなるカスタマイズもできる。ルーアスクリプトを書くことで、バッファーの中身やシンティラ API にアクセスできる。スクリプトはショートカットキーで起動するか、何らかのイベントで起動し、 自動保管などの実装が可能である。便利なスクリープトはオンラインで公開されている。機能としては、セレクションにおける置換、サブグループでの正規表現置換、ファイル群に対する検索、コードを折りたたみ、編集対象言語の API をファイルで設定する機能、可変幅フォントのサポートなどがある。画面には、複数のタブにソースを表示でき、 スクリプト実行結果を表示する枠を追加することもできる。サイトは各種言語のシンタックスハイライトをサポートしている。対応している言語の一覧は公式文書にある。ありがとうございます。